僕は今でもオラフが大好きです。どうも皆様こんばんは、くんひろです。大変なことになってしまいましたね。まああえて何かとは言いませんが、大変なことになってしまいましたね。はい、ということで今日はシークレットレポートやっと読みたいと思います。すいません、もうね3月15日までにやらなきゃいけないことがあって忙しくてしょうがなくてやべえやべえやべえって、まあ何、本当に大変だったんですよ、いろいろね。あれ、なんか全部消えてる。そうかそうか、多分こうやってやっちゃったからかな。うわー、まだ読んでないよね、信じてもらえるかな。まだ読んでないよ。ということでシークレットレポート1から13まで、今日は読めたら読みたいと思います。長くなってたらねカットすると思うんだけど、まあ大体30分に収めれればいいかなということで、ではやっていきましょう。回想、これ日記みたいな感じなのかな。いや回想か。私は生きてるの。目覚めたら牢獄の中にいた。そして研究者たちが私は何者かを調べようとしていた。誰だ、ラクシーヌっぽい、なんか女の子っぽいね、私って。私は何者なのか思い出せるのは4人の仲間。鍵、名もなき私は X と呼ばれ、異端の印だね。キー X。 ここに来てからの唯一の楽しみは時々来てくれる2人の少年との会話。そんなある日、私を牢獄から連れ出す人が現れた。薄明かりの中に見えた彼の顔は赤眼だった。シグバウルしか今俺は思いつかないけど、どうだろう。数年が経った今も自分が何者かなんか分からないままでいる。お、鍵が導く心のままに。筆者不明、古のキーブレード使いだ。じゃあそういうことよね。ほー、これは面白いこれは面白いシャープ1から面白いじゃん。とりあえず今わかる情報としては、この子は何者かまだわかんない。多分俺らは知らない人物。いや待てよ、4人の仲間と鍵ってことは、まあちょっともう単刀直入すぎるかもしれないけど、ユニオンクロスの人なのかな。4人の仲間ってさ、あのダンデライオンのチームってね、5人じゃん。で1人抜けたら4人で、鍵って言ったらそれでしょ。で鍵が導く心のままにってそれでしょ。でその子がなぜか、まあ要はベンたちみたいにってことだよね。この時代に連れてこられていた。この時代かどうか分かんないけど。で、少年二人。まあ、とりあえずシグバールが連れ出したってことだね。どっかから。どっかだろうね。どこだろうね。とりあえず2行ってみようか。あ、もうこれ承認試験になっちゃうんだ。マスター承認試験に向け、単身世界を巡る旅を始め数日が経った。エラックスも旅に出ることを希望していたが、まず俺からということになった。書物で見たおとぎ話の世界を巡る旅。数年前まで海に囲まれた世界で育ち、あ、これマスターゼロのとっぽいね。外の世界を夢見ていた俺は未来からの導きによって故郷を旅立った。あ、マスターゼロとね。そしてマスターの元にたどり着くまでの道中、いくつかの闇とも触れ合う。闇はコントロールできるようになれば恐れる対象ではない。あの頃からそう思っている。言ってたね。おとぎ話の時代から初代マスターの血を引き継ぐエラックス。その背中を追う存在ではなく、肩を並べる存在でいたい。彼に対抗する、すいません。あのね、国語の授業は、これよりひどかったから。力を得るには、光と闇のバランスから見出せる力を身につけなければならない。じゃあ、なるほど。なんかこれあれだね。この時はまだ、ちょっとモチベーション高いね。そう、なんつうの。闇を悪用という感じのなんか文ではないような気もしなくもないけど、どうだろう。闇をコントロールできればいい使い方ができるんじゃねえかっていう感じの、俺意味合いで今取れちゃってるんだけど、どうだろうね。わかんないけど。3、お、被験者 X 出たね。心の実験に関するメモ1。女性、15歳前後、空たちと同じだ。早朝中央広場で発見。中央広場、ゼアノートたちと、テラノートたちと同じとこってことか。たちじゃねえけど。へぇー。ってことは、レイディアントガーデン
にってことなんだ。7日が過ぎ、ようやく言葉を発するが、自らの名前も思い出せず記憶喪失。ここがどこの世界か気にしている様子。一緒に仲間がいたと思われる言動はあり、仲間の名前も思い出せないようだが、数名で元の世界を離れた。その時の記憶を探ると拒否反応を起こす。なんでだろう。嫌なことがあったのか、それとも誰かに思い出させられないようにしているのか、されているのか。いやー、これすごいな。心、てか俺この子に関する謎がすげえ今気になってる。心に関する実験。我が師賢者アンセムは記憶を失っていた私を被験者とした最初の実験以降、何かを恐れ実験をやめてしまった。しかしその実験こそ私と同じ記憶を失った彼女にも有効ではないか。心を探ることによって記憶に触れることが可能。私自身実はその実験によって記憶を取り戻しかけている。これはテラゼアノードが書いてるって感じかな。彼女がどこから来た何者なのか興味深い。鍵が導く心のままに、確かにそうつぶやいた。なるほど。これがシークレットレポート1と同じ人物なのであれば、ものすごい人だね。本当にその時代から来てる女性だもんね。てか女性って一人しかいなくなかったかな。え、女性ってなんだっけ、ほら、黒髪のスクルトちゃんだっけ。スクルトちゃんちゃんつけるのかどうかわかんけど、スクルトって子が唯一女性で入ってたっけ。あとはブレインとかだもんねブレインしか言ってねえ、ごめんそりゃそうなるわな。うわー、だいぶかかってくるじゃん。やべえ、次回作までにもうほんとやんなきゃ、全部自分の手で。いや、見ることは可能だけどさ、やっぱ自分の手でやんないと記憶に刻まれるにくいよね。あ、これもだ。被験者 X と心の実験に関するメモ2。記憶からは相変わらず戻らず、つかみどころのない会話が続く。彼女の話はまるでおとぎ話の世界のようだ。おー、もうこのワードがどんどん出てくるね。彼女の話を断片的に考えると、考えがたい時間を超えた可能性がある。そうだよね。あの時代から時間を超えてやってきたってことだもんね。こっちに。だとすれば彼女の心を覗いた衝動は抑えきれない。あ、覗きたいね。うわー、スケベだね。お前、15歳の女の子なんて、ダメだぞ、それ。犯罪になるぞ、お前、こら。最初の実験に際し、候補者の中から数名使ってテストをしたが、みんな精神が保てずに壊れていく。彼女に特別な被験者に万が一あっては惜しい。そうだね。連中、我が市に多数の被験者を使い、テストを繰り返していたことが知られ、研究の中止と研究結果の廃止を厳しく言い渡された。はい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 、ディズですね。それだけではなく、多くの被験者たちの解放とともに彼女も姿を消してしまった。なるほど、ここで繋がるわけだか。要するに、とっても重要なわけだね、このキングダムハーツ4に。要はルシュがってことでしょ。シグバールだけどルシュがってことなんだよね。はあ、まあまあ、でもだいぶ繋がるね、そしたらね。ルシューが、まあ、このスクルドを、カッコ仮を連れ去ったっていう流れか。そうしたら二人、男の子二人っていうのは、少年だった頃の、だもんね。そうだよね。バースバイスリープの時だから、アイダとリアってことか。はあ、繋がるね、繋がるね、繋がるね。被験者 X はどこに？これ X って読み方でいいのかな？キーなのかな？我が死が彼女を隠したのか。しかしこの実験の中止はしない。自ら被験者第一号とし、本実験を実行する。あ、そして、記憶を解放できたってことか、自分は。なんだこれ。読めねえ。やべ。回顧録 ?1。子供だった自分たちにとって、その城は魅力的だった。お、リアかな。中では賢者アンセムが様々な研究を行い、その恩恵によって人々は平和に過ごしていた。それだけでも好奇心は十分駆り立てられてたが、閉鎖された塀の向こう、悪い噂もあった。夜な夜な人のうめき声なものが聞こえる。研究だね、これね。危険な人体実験を行っている。親友のリアと一緒に好奇心による探索を計画した。あ、アイザか。門番の二人は、屈強で、そりゃそうだ。あいつら強えからな。まあ、レクセルさん、レクセル強いな。研究者も兼任しているというのはとても思えないが、まずその二人の目をかいくぐり、城へと忍び込まなければいけなかった。案の定すぐに見つかって、城の外へ放り出される日々が続いた。ああ、そういうシーンあったよね。なんか、ムービー中かな、エンディング中かな、放り出されてるシーンあった気がする。やっと侵入が成功した日、城の奥深く、長く螺旋階段の下には、柵が、檻が並び、
暗闇が続いていた。そこにいたってこと？うわ、怖っ。中には誰かいるかまでは確認ができない。呼びかけるわけにはいかない中、確かに感じる気配の恐怖に侵入を後悔していた。しかし引き返そうとした時、かすかに声がした。恐る恐る声の方に進むと、薄く差し込む光に照らされた彼女がいた。ああ、やっぱそうだね。あ、はい、サイクス。要はリアとサイクスが出会っているっていう確証が出たね、これでね。繋がってくね。ってことはメインの話ってことだね、これ。この階層ってやつが、次5かな。あ、じゃあ6だね。2、光はわずかで彼女の姿はやはりはっきりは確認できなかった。声を潜め会話してみたが、その子は記憶を失っているようだ。なぜこんなところに閉じ込められているのか、それすらわからないままだった。ただその子を助けたいと思った。おお、これさ、将来的にアクセルとリアは、え、違う、同じやつ。アクセルとサイクスは、まあ関わってくるよね、間違いなく。で、もしかしたらアクセルもサイクスも仲間になって行動するんじゃないか。うわ、そうしたら熱いね。で、その彼女のことははっきりとこれ確認してないから、そんな子がいたようなっていう記憶はあると思うんだけど、でも今までさ、その二人は一切この話してないよね。あ、してるじゃん。してる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 じゃん。してたよ。いや、待って待って待って、そうだよ。してたしてたしてた、言ってたもんね。あの城の中で出会った女の子のこと、女の子だったっけ、お話ししてたよね。うわ、マジじゃん。やべえやべえやべえ、マジか。してたしてたしてた、誰だろうって思ってたけど。それから頻繁に城に忍び込もうとしては門番に放り出され、時には侵入に成功し、少女に話し相手になった。まだ子供だった自分たちがその子のためにできることはそれくらいしかなかった。そんなことを続いているうちに、その子を助け出そうとリアと決意。あー、ともかく助けたい一心でその日は城に忍び込んだ。それから何度か忍び込んでも、彼女、少女に二度と会うことはなかった。あー、もういなかったんだね。この日を境に、なんだ、彼女は幻だったのか。リアと正攻法で彼女を探すことにした。今日は城の門番に正面に立つ、賢者アンセムの弟子となるために。あー、すげえ、目的はここに。そうかそうか、じゃあ二人はあの少女を、自分たちが見て話した少女を救うために、もう内部しスパイみたいな感じやな。はあ。レプリカ計画による人の再生に関しての所見。13機関メンバーの消滅が大きなダメージだったのか、私は人間としての復活からすぐには目覚めなかったようだ。ビクセンかな。目覚めてからもう少しの間、床に伏したまま、なすべきことを考えた。レプリカ計画来ましたね、ビクセンですね。興味深い。非常に興味深いよ。13機関時代に用意したレプリカ約20体。結構いたね。初期から数体はナンバーもない失敗作だったが、そんな初期ロットからの最初の成功例とし、リクレプリカ。はいはいはい。そしてナンバーアイ、シオンに至っては、ほぼ人間に等しい状態まで達したが、対面する相手との関係性によって、その姿が安定しなかった。そうだね。いやー、シオン、いや、まあ、いや、そこでシオンの話をするのやめよう。その二人をもとに、人間に限りなく近いレプリカを数体作っていたが、完成目前で中断。おそらくゼアノートは初期ロットを含め、それから、後期の未使用のレプリカを利用するだろう。今日久しぶりに立ち上がり、広場まで歩いてみようとしたが、彼が現れ、私に意外な提案をしてきた。あ、これがあれか。要はあのビクセンがいなくなった時のってことか。いや、結構繋がってくんだね。より私より随分若いが、ゼムナスの参謀にまで上り詰めた男を、その提案に同意し、再びノバリとなった。過去のレプリカ計画を利用するにはその方が都合がいい。全ては償いのために。お？ここがあれってことか、そしたら。え、じゃあもうあれか。この段階で、これ若いってことは、なんで書かねえんだよ、誰か。本当に。まあ俺の中では今、サイクスがビンビンに熱いんだよね。まあ若いって言ったらサイクス、マールーシャ、まあデミックスだけど、デミックスはまあそこの時点で消えるよね。そうか、じゃあこの時点でもう裏切りのあれは進んでたってことか。まあゼムナスの参謀にまで上り詰めた男ってことだから、間違いなくサイクスしかいないよね。と思うんだけど、どうだろう。じゃあサイクスはもうその段階からってことか。
マジか。まあ手のひら返すようだけど悪いやつじゃなさそうだもんな。説得力ねー、説得力ねー今の発言。まあまあまあ、だってアクセルのこと大好きでしょ、間違いなくねえ。そう。説得力ねえな俺。新13機関の構造、ゼアノートの12の器、本体となる自分を含め、それを新13機関と総称している。計画の数は満たされており、私とデミックスの2人は補欠扱い。なるほど、これもビクセンかな。ゼムナスが率いていた新13機関だった数名は、私同様に1人1度すいませんね、本当にね、一度人間として復活し、再びノーバディとして機関入りしていたが、相変わらずゼムナスは例外だった。この時間に存在する本物のゼアノートは老人で、彼が新13機関を率いている。彼が人間である以上、彼のハートレスとノーバディ、過去に打ち消され消滅した者たち、そして一番若いゼアノートはこの時間の存在ではないのだ。よく理解してるね。彼らは私が過去に作ったプロトタイプを打つ私。そういうことだったのね。はい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 。なんかここら辺は俺スルーしてたけど、そうかそうか、それで存在がそこに荒れるんだ。なんか今更ながらまた再納得というか、そういう感じですね。彼らは私が過去に作ったプロトタイプを打つ私、過去に存在する瞬間を切り取り、心だけを映している。なるほどね。ゼアノートはそのプロトタイプをより人間に近づけるために改良を命じた。おお。血肉の通った人間の器となるレプリカの完成は、私の頭蓋にも好都合だ。あとはその器をどうやって彼らに託せばいいのか、考えなくてはならない。うわービクセン、おめえ熱いキャラだな、マジで。この、その器をどうやって彼らに託せばいいのか。いやー、いい言葉だね。いやー、ほんとあれだな、13機関、てか人間って信じられねえやつばっかだよ。いやでもビクセンがお待ちしておりましたって言った時、もうビビッと、もうビビった、マジで。おおってならんかった俺なんすよね、マジかよって。あん時の俺楽しそうだったよな。ケンジアンセムのデータ解析に関して、おデータ来ました。我が氏がリクに託したデータに全てを目を通した結論、ソラ君の誰だろう、はいはいはい、ゼクションか。ソラ君の心には3つの箱があり、それぞれに3人の心が収められた状態。これ絵描きましたね、僕ね。1つはロクサス、もう1つはロクサスと同時期、もう1つはそれ以前から。その3つの心は沈黙したままソラ君の心に溶けている。この心を物理的に取り出そうとすれば、以前ソラ君がハートレス化したように危険である。まずはその心を収める器と、その器が目覚めるきっかけが必要。ベストな方法は器となる人間の体に戻すことだが、二人は不明だとしても、ロクサスには人間の体がない。カイリの心に内包されているであろうナミネも同様。体があれば、あとはきっかけだけ。ソラ君から心は元に、なに、そういう取り出す行為が必要なわけじゃなくて、例えばロクサスであったら、何なんだろう。シオンとアクセルがキーになってってことなのかな。そしたらナミネはどうなんだろうな。きっかけは彼らの心に繋がるもの。でもそういうことだよね。心にの完全なデータ化は不可能であり、心のかけら程度しか再構成できない。やはりソラ君本人の中にある彼らの心が必須となるが、トワイライトタウンのデータから彼らの記憶はほぼ完全に再現が可能だろう。おすげえ。しかし人間の体を持たないロクサスとナミネにはこのデータが重要となる。イエンツォ、そう、イエンツォ、イエンツォ。へえ、そうかそうかそうか。まあナミネの復活に関してはね、レプリカはリクにもらったもんね。レプリックから。あれを使ったってことだね。そこはまあ、間違いなくそうだけど。ケンジャンセムのデータ解析、2。体の代わりとして考え得られるのはレプリカ。この空の器にトワイライトタウンのデータから彼らのデータを移す。彼らの記憶から器は彼らの姿を形成し、これがすごいよね。ちゃんと、あのなんかもう泥人形みたいなやつから、ちゃんとしたさ、姿に戻るのがもう、それが良かったよ、本当に。泥人形のまま、ロクサス、交代なんて言ってたら俺ないっすよ、別の意味で。すげえ、うわロクサスお前見た目ちげえよと思いながらなってたけど、さすがに戻ったね。そして最後は、違う、人間の体と限りなく近い状態が作られる。そして最後の鍵はソラ君の中に眠る本人の心。彼らの体の誕生に眠る心を揺さぶり動
化されるきっかけがあれば、その心は自らの肉体へと変えるのではないだろうか。なるほど、うん、レプリカ、人の器として革新的な研究ではあるが、その研究自体はまだまだ完成形ではなかったはず。しかも肝心なベンの失踪、ロクサスとナミネ、あとの1名の体の用意も必要だと想定した場合、レプリカは合計で最低3体は必要となる。うん、どちらもかなりの難題ではあるけども、こうして死のデータを解析していると、子供の頃によく一緒に食べていたアイスの味を思い出す。今は裏切りを後悔するより、2人を再生することで死の本当の心を証明しなければ。わー、いいセリフだ。そうなんだよな、もう本当にね、過去は変えられませんから、うん、未来を変えていきましょう皆様。何を言ってるんだい何を言ってるんだグーヒロさん。まあレプリカに関して深くは突っ込まれてはないけど、とりあえずね、ロクサスとベンツは、うん、あれだもんね。オッケーオッケー。まあ、ベンに関しては体あるからね。え、観察機1。ロストページに書かれた通りに起きる。お、また変わったね。こっから3つちょっと重要なんじゃね、もしかして。まあ、全部重要だけど。キーブレード戦争を見届けた。おーおー、誰誰誰。次にマスターから授かったキーブレードを継承する必要がある。ルッシュか。ルッシュだね。生き残ったダンデライオンから選出されたユニオンリーダーの5名。おお、もうがっつり書かれてる、ダンデライオンって。この中の誰かにキーブレードを引き継ぎ、俺はこれからその行く末も見ていなければならない。うん、それが、使命か。しかしそのユニオンリーダーの選出メンバーに、密かな入れ替えが起きたようだ。ほう、マスターが選ばなかった想定外のメンバー。いわばマスターの書いたプログラムにウイルスが侵入したようなもの。バグ？まあ、プログラムっていうのは、そういうことだよね。あの、要は、ここでプログラムって書かれると、すごいデータっぽいけど、こう考えれば楽だよね。運動会のプログラム。わかる？運動会のあの、順番表みたいな。こういう構成でいきますよ、皆様みたいな。あの、紙もらえるじゃん。そういうことだよね。要は、予知書ってことだね。予知書に書かれていることと違うことが起きている。ほえー。このウイルスはおかしな行動を始めた。無謀な脱出を計画し、5人をまた別の世界線を送り出そうとしている。そんなことが可能なのか。いや、こいつやべえぞ。やべえ、ウイルス。5人のメンバー、俺知ってるよ。え、じゃあ待って、ストレリチアが、殺され、でもあれだよね。ストレリチアが、この辺ちょっとユニオンクロスのお話だけど、ストレリチアが倒された時って、俺もうどう見たって、後から来たブレインが一番怪しいと思ったの。あの構成的に、ストーリーの構成的に。でもそれはミスリードなんじゃねえかなと思ったんだけど、こう見ると、別におかしくはないな。どうなんだろう？うわぁ。でもブレインを疑うのは浅はかだなって思ったんだよね。でも結局なんか、俺はその辺、まだ詳しく突っ込む前に、ストーリーがどんどん過ぎて日にちも経っちゃったんだけど、うん、でも5人をまた別の世界線へ送り出そうとしている。これすごいね。キーブレード戦争後、ダンデライオンを別の世界に移した。そうだね。うん、計画と同じだが、マスターでもないあの少年たちにそんなことが実行可能だとは思えない。そうなんだよね。それは確かにあるわ。でも別にできんくはないってことだよね。できるんだから、もうできたんだから。マスターがわざわざ未来から誘い込んだ魔女が、おお、マネちゃん、マネちゃんだ、マネちゃん。お、なんかあいつやったな。マジが鍵を握っているようだ。え、何それ。ユニオンリーダーに関してはもっとシンプルな結果だと思っていたが、いや、それすらマスターの思考による、思想によるものなのか。え、どう見たって違うでしょ。え、もしそうなのであればすごいぞ。いや、待って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 、これ一個穴ができてんぞ。これ一個穴ができてるってことなんじゃないの。どう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 、これルシュだよね、不明って書いてあるけど。まあちょっとマスターをなんつうの、信用というか崇拝しているからこそそういう疑問になっちゃうんだろうけど。うわ、楽しい。ここキーブレード戦争が起きない世界線であっても平和ではなかった。マスターや我々弟子のが不在になってから闇が現れた。闇の台頭によって世界は再び終焉を迎える。あ、結局混乱の中、マスターの指示通りユニオンリーダーの一人にキーブレードを継承。うん、お、ちょっと待てよ。ユニオンリーダーの一人にキーブレードを継承。ほう、その継承した人は誰だ。
そして犠牲を伴い別の世界線に送り出された5人。あ、結局別の世界線に今ここで送り出されたんだ、ルシュの手で。これでキーブレード使いの致命は途絶えることはないだろう。キーブレードを失った自分も最後の使命を果たすためにこの地を去る。この体を捨て心は他の器へと移し続けるの。なるほど、それで行き着いた先がブライグということか。そしてこの時代を見つめ先の時代へと進み、いずれの別の世界線へと送り出された5人にも数年数十年数百年先の時代で出会うことになるだろう。へえ。繰り返される継承の歴史のどこかでキーブレード戦争を再現する選ばれし者が現れる。それがソラ、いや違うか、あ、それがマスターゼロなのか。そのものが、おっとおっとおっと、食材のヤギさん。え、これスペえええ、スケープゴートの登場。やべえ、キーブレードを手にした時俺は最後の使命を果たすために再び動き始める。おお、ロストマスターの目覚めだ。やべえ、おだからかませいになったんだよおめえ、もう言わんこっちゃねえってば。あのハゲー、おめえがやっちまったんだよ。おめえはもう、いや、あーもうかわいそうだな。なんかでもこう考えると、だってさ、あんなに息を落としてたんだぜハゲは。それなのにこの文読んだだけであいつはもう本当に手ごまの一手に過ぎなかったんだよ。うわマジか。そうだよね、再現しようとしてたもんね、間違いなく。いやでもでもこれすごい興味深いぞ。数分じゃ読み切れんというか、もう30分経ってるし、やべやべ、楽しいんだけどこれだけの俺。うわ、もっとイケボで読めばよかった。イケボで、じゃあ最後だけイケボで読もう。どうやら今回の体と名前で最後になりそうだ。いくつもの体と名前を得た自分にとっいや普通にもまだ機会があればここでは割愛しておく。うん、なんだ内容入ってこないな。いくつもの体と名前を得た自分のことに関しては、あ、そうかそうか、長い話になるっていうことがここに込められてるのかな、もしかしたら。キーブレードは長い時代を得て順調に継承され、ようやく闇に到達するキーブレードマスターが誕生しそうだ。これまで遠くからキーブレードを監視してきたが、あ、ずっとそばにいたってことか。うわ怖え。そうか、ブライグであれだね、近寄ったのもそれが目的なんだ、そばで監視するための。うわキモキモくない、普通に考えて怖すぎるんだけど。俺も舞台に上がる頃合いか。キーブレードの力を欲し近づくグ、ああ演じてた演じてた演じてた、キーブレード使いにしてくれるっていう話だから。ねえねえねえ、そうだよね、彼の協力者とし、そのそばで我がキーブレードを見守る。うわ怖え。見つめる目、マスター・オブ・マスターから託されたキーブレード、マスターの目を用意て作られたそのキーブレードを未来へとつなげ、その目を通しマスターは未来を見る。体を入れ替えながら時代を超え、そのキーブレードを見守る俺のも俺の使命。長い時間だ、途方もなく長い。いよいよこの時代でキーブレード戦争が始まり、キングダムハーツが開かれる。光と闇の衝突によって生み出される真のキングダムハーツ、かつての仲間たちとの再会はもうすぐ。それによって俺の使命も結実する。そして彼の帰還も。うわ、ちょっと待ってちょっと待ってちょっと待って、要するにエピローグでみんなが集合した時って別にキングダムハーツの影響かどうか分かんなかったけど、やっぱこれキングダムハーツの影響なんだ。真のキングダムハーツが生み出されたことによって世界は繋がったってことなんだよね。そういうことなのかな。まあキングダムハーツ1でこの世界は繋がったっていうセリフもあったし、まあ関係ないかもしれないけど、もう全時代が繋がるみたいな。で、いや待ってよ、ってことはアバたち、まあアバあれだけど、あの時代の結末の後キングダムハーツに飲み込まれたってこと？世界は、世界というか、まあ人物、予知者たちは飲み込まれた。むしろ保存という意味が正しいのかな。この世界では今まだコールドスリープっていう概念は出てきてないし、そうだよね、時空を飛ばすっていうことは出てきてるから、ベントスたちはコールドスリープかなんかされたのかなと思ったけど、そういうことじゃなかったね。時空を飛ばして、どういう原理なんだろう。でもおそらくそういうことだよね。でキングダムハーツが具現化しました。そしたらキングダムハーツの中からこんにちはしてきたみたいな。うん、まあ、あの出方はキングダムハーツからこんにちはじゃなかったけど、
そういう感じの解釈で、まあ間違いかもしれないけど、なんかなんとなく合ってそうな気もするっていう。そして彼の帰還ということはマスターオブマスターかな。ってことはやっぱシークレットムービーのね、ハート型やってたのはマスターオブマスターでいいのかな。うん、俺正直あれね、デミックスなんじゃないかなって思ったこともあったんだけど、まあどうだろうね。デミックスちょっとね、わかんねえあいつ。だってさ、エンディング出てきてねえじゃん。絶対おかしいよね。絶対おかしいよね。絶対おかしいって。で、俺ね、一回生放送でいろいろコメント見てたことがあって、マスターオブマスターのあの、キーブレード、託されたキーブレード。あれは、本物の目を使ってるわけじゃないよっていうコメントと、本物の目を使っているって解釈が分かれてたんだよね。だからそれは例えだっていう話もコメントであったんですよ。でも俺これを見た感じ、ってかストーリーを追っていく感じ、本物の目なんじゃねえかってすごい、俺は確信を得てるんだけど、どうなんだろう。まあここは別に考察とかじゃなくて、解釈の違いだと思うんだけど、なんか俺は本物の目のような気がするな。目であってもおかしくないような気がする。確かにおかしいことだけどね。発言としては。うわー、やっべえ。めっちゃ楽しいやん。やっぱシークレットレポート。いや、シークレットレポートいいね。今回さ、アンセムレポートみたいに順番にゲットしていくって形式じゃなかったから、もう一気に読んじゃってるけど、そう、ワンの時もこういう風に一応読んだんだよね。でもあれはね、リアルタイムに読んどきゃよかったなと思ったわ。うわー、でも今回これで、女性、15歳前後の女性。まあおそらく、あの時代の、あの少女。スクルドちゃん。で、いいのかな。そして、まあ、サイクスとアクセルは出会っているっていうことと、うん、そうだよね。まあ、レプリカ計画に関してはちょっと、謎が解明されたというか、そんな感じの話し方だからいいとし、なんだろう。一つ不思議なところは、世界線を移しました。その時って、記憶が別になくなるっていうことじゃなかったと思うんだけど、どうだろう。最初のところは、記憶別にあったよね。あったよね、確か。一番最初って。でも、ここの世界線を移動した話、ここじゃないか。もう次かな。うん。この、ルシュが、あ、選べるってことかな。もしかしたら。これはルシュが、5人の、あー、もうダメだな。ちょっと待って。今考え、ちょっと待って。いろいろちょっと、要素が増えすぎて。俺の脳みそパンクしてるわ。このユニオンリーダーの一人にキーブレードを継承しました。で、犠牲を伴い別の世界へと送り出された5人。この5人っていうのは、その5人でいいのかな、解釈的には。スクルド、ベントゥス、ラーリアム、ブレイン、エフェメラか。エフェメラだ、エフェメラだったよね、確か。一番なんか抜けちゃいけないとこ抜けてたわ。で、みんな記憶がなくなってんだよね。まあ、ブレインに関してはちょっとわかんないけど、ベントゥスもその時代のこと覚えてないでしょう。ラーリアム、マールーシャも記憶は覚えてなかった。でも、とあることをきっかけにというか、最後で思い出した感はあったけど、で、スクルド、記憶忘れてるっぽいよね。女の子がこれスクルド なのであれば。エヘメラに関しては、ちょっとあの描写しかないから、ね。ちょっとわかんないけど、で、あとはブレインか。この中で継承されたのってもう、俺的にはブレインだけなんだけど、で、ブレインが、ってことは待って、ブレインが、マスターゼロノートに継承したってこと？じゃあ、マスターゼロノートの師匠ってブレインみたいな感じ？ちょっと、間が抜けてるかもしんないけど、流れ的にはそういう流れになってくんじゃないの？わー、だいぶだいぶ進んでるよ、話が。やべえ、もう38分撮ってる。うわー、もうちょっと考えて。今ここまでノンストップで話してるから、この動画30分超えてるわ、普通に。やべえ。でもなんとなく、ちょっとだいぶ話は詰めれてきたんじゃない？ねえ、そんな感じがするね。いや、これはまあ、一個一個動画にもう映してまとめていくのが一番いいんだけど、まあ、生放送とかでみんなで話したいっていうのもあるけどね。いやー、でも面白いね、やっぱり。シークレットレポート。楽しくなってきたね。でもさ、待って待って待って。続きが出るのっていつ？マジで。マジで。まあ、もしかしたらダウンロードコンテンツでね、何かしら解決されるかもしんないけど、続き、あ、てか、ネームレススター会いに行かなきゃ。やべえやべえやべえ。まあ今から時間やっとできたから、もう、やっと進む、もう一日でやるわ、もう。一日でクリアする。
今から、うん、スタンダードかビギナーで1日でクリアしようかな。よし、ということで、次回もよろしくお願いします。なんかいきなりだね。いきなりだね。どうですか？僕のシークレットレポート解釈会。みんなとしてもなんか盛り上がってくれてるとすごく嬉しいです。まあ、情報量が多すぎてね、半分半分にしてよかったかなっていう感じはあるけど。うん。まあ、いっか。ということで、次回もよろしくお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。